平和交通株式会社は神奈川県及び東京都を営業区域とするタクシー会社。1950年11月15日に設立され、横浜市中区に本社を置く。神奈川県内では所有台数が最も多い。平和交通のタクシー所有台数は約700台で、そのほとんどがクラウンコンフォートだが、ジャパンタクシー、セドリック、NV200 も、 少数存在する。黄色に白線の塗装と緑地の H 型に白地で平和と描かれた天井灯が目印。神奈川県内の車両は車両番号はあと扉より後ろ側に表記し、都内の車両は後と扉に平和交通 XX のような表記をしている。電話番号の通知システムを利用し無線配車を依頼すると2回目以降は、 場所の指示を出さなくてもカーナビに表示され、客先にタクシーが到着する仕組みを導入している。ハイヤーの保有もあり、クラウン、セドリックセガンを使用しており、車体色は、紺色、クラウン以外のハイヤーは、タクシーのように小型のアンドンを使用している。かつてはフーガを使用していたこともあったが、現在はない。チケットは、 自社発行のほか、日本個人タクシー連合会の発行するチケットも提携して使えるようになっている。2018年10月に DNA が提供するスマートフォン用タクシー配車アプリ、MOV を導入。なお当社は、千葉県の平和交通や東京無線加盟の平和タクシー及びチェッカーキャブ加盟の平和自動車交通とは関係ない。冒険会社 稼働交通のタクシー、ありがとうございます。